はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ミスタープロ野球88ですね。やっていきましょう。さあ、スワローズとの3連戦これ最後です。スコアラ配置変えましょう。ゼロって打てないのこれ。あら、ゼロって打てないんだわ。マジで？うっそー、ゼロ受け付けないの？あ、これだと抜けちゃうのか。あ、仕方がない、1入れないといけないのか。あ、何人だろう。1,2,3,4,6,7って入れてやる。あ、7入らない。え、ひで計算間違えたら強制的に戻るんだそうなのか。な、 6？ ああ、いや、これでよろしいですか。なんだろう、今のあれバグだね本当に。あ、スワローズにスコア6に置きましたよ。もう練習もできないですけど、練習しなくていいでしょう。で、給油だけしましょうか。さあ、もうコテンパンにしてやりますよ、もうスワローズ。あ、稲尾さん来たわ。これはもう負けないや、これは負けないね。さあ、また平田さんがなんか言ってますけどね。あ、今回もう名古屋さんできます平田さんがなんか言ってましたが、さあ、で、長崎さんがなんか言ってますけど、もう聞きません。となると、ここは1番は、あら、あ、佐野さん復活してきたのか復活しなくてもいいみたいなもの、いいですけど、大野さんかな、ここは。じゃあ、大野さん下がってるわ。ということは北村さんにしましょう。で、岡田さんは8番で、ここに長尾さんね。長尾さん、あ、ちょっとごめんなさいちょっと喉に入っちゃいました。で、外野が4人じゃないね。で、柏原さんだね。ここ柏原さんまた上げ調子だわ。うん。で、ここは島田さんだね。島田さんも今回上げ調子なので、あ、ちょっとごめんなさいね。あー、すみません、喉の調子がちょっとね悪かったので。あー、これでいきましょう。で、ピッチャーは、あらららら、ピッチャーはね、稲尾さんですね。うわ、マックスだわ。これでいけるかな。はい、いけたね。さあ、これはちょっと楽しみですね。さあ、スコアラー6人にしてすぐ結果が出るのかどうか。うわ、高野さんエース来てるわ、向こう。おや淡白だな。これは勝ってほしいけどね。わあ、ツッとからこれか。残塁だね。いきなり打たれるのいきなり打たれるの。あ、ゲッツーね、うん。あ、ホーナーの打率も下がってきてますね。ランキング、あ、ランキングは優勝の時に見ましょうか。蓋開けてねという感じで。てか、優勝した時に見れるのかな、ちょっと心配だね。優勝の前には見とかないとダメかな。柏原さん、よく当たってるね。で、岡田先生でゲッツーだわ、これ。あー、なんか目
見えてきちゃった。おらららら、らうわー、ピッチャーね、これ稲尾さんだけどどうなんだろう。ゲッツーだけはご勘弁。あ、いいね、先取点取ったね。いやー、高野さんはなかなか点取らせてこない感じだね。まあこっち稲尾さんだからね、稲尾さんだからそうそう打たれないような気がするんだけども、ヒット打たれてるよね。あ、長尾さんか。おや、あ、栗山さん。うわ、長打コースだ。いやー、2アウト満塁から3点になっちゃった。いやー、やっぱスワローズ鬼門だな。4点。やばい、稲尾さんで負けるの。4点取られるのはちょっと驚いたね。しかもバーススタート悪いしね。ああ、よし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 、あと2点ね。ワンアウトだから、うわ、ゲッツーだ。ランナー走ってなかったね、一塁ランナーがね。これ稲尾さん持たないね。あと2点か。抑えると思ったんだけど抑えれんかったね。2アウトの満塁から点入ったからね。相変わらずよく打つね、スワローズね。これやっぱりね、あのね、クリスタルソースのチートが入ってんじゃない、本当に。これ今回ちょっと負けちゃうとホエルズにも怒られそうだからね。ああ、岡田さんブレーキだな。北村さんもちょっと下がってきてんだよね。おお、入った入った。さあ盗塁するよ、もう。おい、言うこと聞けよ。言うこと聞けよ。監督の言うこと聞かない。結局こうなるのか。バース、ほんと頼むよ。わあ、またピッチャーゴロ。バース大好き、ピッチャーゴロだ。あー、ね、長尾さんショート2ですけど、ショートの技術が2ですけど、全然大してエラーしないもんね。まあちょっと前にはしましたけど、あの岡田さんに比べれば全然エラー少ないと思うんですよね。岡田さん多分一番エラー多い人ですよね、うちのチームでは。おお、来た、これは逆転だ。おしで、柏原さんでしょ。今猛烈に当たってる人だからね、一番当たってんじゃないかな、今うちのチームで。あらあらら、でこれがダメなんだ。これがストッパーなんだ、本当に。ああ、ナイススタートだね、ファーストランナーね。同点か逆転できないか。ああ、できなかったか。流れはこっちに来てると思うんだけどね。打ってくるな。ピッチャー準備しましょうか。うわー、できる人、福間さん本当に中継ぎだね。福間、遠山っていう流れに、うわ、すっごい、スリーベースか、
左中間、ほんと左中間の感じだね。おー、また2点か。めちゃくちゃ打ってくるね、ほんとに。負けるの？スコアラーあんだけ入れてんのに。まあスコアラーいつ入れてすぐ結果が出るっていうのはないけどね、ないと思うんだけど。あー、稲尾さんはあれだね、崩れるとき崩れちゃうね。これ負けたら多分3敗目になるんじゃないのかな。10勝してたかな、稲尾さん。9勝ぐらいしてたのは覚えてるんですけど。いやー、打たないと。あ、打っとった。うん、これで引っ張っていこう。名古屋さんもよう頑張ってくれてんね。島田さん、ゲッツ、あーあー、びっくりした。ゲッツーかなと思ってた。ファーストランナーがすごく遅かったから、出たからね、出だしが。おーし、よし、来た。さあこれ頼むよ。くわはい、誰で出しましょう。誰でいきましょうか。長崎さん、平田さん、うわ、平田さん3割分とか言ってるわ。ほんとかいな。山脇さんいいの？あ、長崎さんか。2割6分。いや、平田さんだな。頼むよ、平田さん、ほんとに。おお、ナイス、平田さんだ。あ、やる。これゲッツーは嫌だな。あ、逆転した。あ、平田さんナイススタートだ。あ、今日平田さん、いやー、タオさんもすごいね。平田さんナイスだわ今日の。おお、加計さん、ここでホームランぐらい打ってちょうだいよ。もう無理か。いや、来た。はい、で、あー、平田さん、いやー、でも平田さん変えないとしゃあないもんね。いやー、平田さんよく打ってくれた。で、準備しましょう。で、ここは遠山さんかな。うん、さあ、ここのクリーンアップを抑えることができれば。よし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 、ツーアウトで、ツーアウトランナーなしでホーナーっていうのがいいよね。プレッシャーがだいぶ少ないわ。おお、いい。もうここからあと10点ぐらいいってほしいね。もう2点じゃすぐ逆転されそうだから。ほんとここんとこあれだね、もう結構いい点取られてるよね、敵さんにね。柏原先生4割7厘当たってるね。で、岡田先生か。まあいいですよ、打たない方がいいかな、ピンチヒッター出せるんで。ええさあ、レオンが来て、ここ三者凡退でいったらいいんだよね。456789で9回裏だから、まあ代打出してくるでしょうけどね。お頼申します。あ、いった。中本さんまだ掘ってくるね。もう1点欲しいな。はい、遠山さん。
よし。あー、手に汗握るわ。もう怖いな。よし。あら、仲間さんそのまま来ちゃった。あ、勝った。あー、勝ったー。あー、勝てた勝てた。いや、ほんと危ない試合だった。あ、今回10勝目か。あー、でやっぱ2敗してますもんね。よかったねー。今回は平田さんのおかげだわ。あー、ホイールズ負けてますが、スワローズも負けたので、でカープは勝ってんだね。もうほんとカープ抜きんでたね。でもそれでも 13.0 ゲーム差ですね。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。あと2試合だね。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。